島崎直也は、子供向け参加体験型コンテンツプランナー、エンターテイナー。ニックネーム、芸名は、直也マン。有限会社ケミカルエンターテインメント、代表取締役、子供ヘンテコ魔法ラボ所長。2016年4月から、作詞子供未来館館長。東京都板橋区出身。学習院大学理学部科学科卒業後、2000年4月に、 東京ガス環境エネルギー館に入社した。2003年4月に長野県軽井沢町に移住。2004年1月にエネルギー、環境、科学などをテーマにしたプログラムの企画、実施をするケミカルエンターテインメントを設立。エネルギー、環境、科学分野の豊富な知識と時に不条理で卓越したギャグセンスを駆使したショーやワークショッププログラムを行い。 同業界若手ナンバーワンとの呼び声が高い。ヘンテコないつもと違う視点で体験、体感する参加体験型エンターテインメントショーやワークショップを通して毎日の当たり前をワクワクに変えていくプロジェクトを全国各地で展開中。教育展示施設のプロデュースやコンサルティング、スタッフ、教職員研修も行っている。子ども向けワークショップの作り方の講座、研修や 施設団体のののワワーーククシショョッッププ提供などワークショップの普及活動も行っている国立科学博物館、サイエンスコミュニケータ養成実践講座講師、群馬大学教育学部非常勤講師、軽井沢町立軽井沢中部小学校、発明科学クラブ講師、昭和女子大学オープンカレッジ講師、港区立エコプラザ主催、 エコで港歴史産ポインタープリター養成講座講師、NPO 法人キャンバスフェロー、ワークショップ知財研究会、メンバー、キッズワークショップの町軽井沢代表、遊びと学びのワークショップフォーラム実行委員会、代表などを歴任。富士テレビキッズ、マップス移動チルドレンズミュージアム参加アーティスト、新修新世代のアーティスト、 支援事業ネクスト登録アーティスト2007年度エネルギーコミュニケーター奨励賞受賞第1回キッズワークショップアワード優秀賞受賞第2回キッズワークショップアワード優秀賞受賞ありがとうございます